の販売するアバルト595をベースとした自動車である。2015年7月8日、同年9月1日から発売すると発表。初代アバート695誕生から50周年を記念して登場した新モデルで、ブランド創始者カルロ・アバルト氏のサンデー・オン・ザ・トラック、マンデー・アット・ザ・オフィスを具現化し、アバート695アセットコルスの行動版と位置づけられている。 パワーウェイトレシオが 5.2kgHP0 時速 100km の加速5.9秒を達成している。2種類用意され、フルスペック仕様では、レース用トランスミッションであるドグリングトランスミッションを行動使用者として世界で初めて採用。AIM 製データロガー AMXL に、セイベルト製4点式、シートベルトも装備されていて、即座に、 サーキット走行にも対応できる。他にも、フロントレーシングインタークーラー、BMC 製、カーボンエアクリーナーボックス、アクロポビッチ製デュアルステージエキゾーストシステムの採用、OZ レーシング製、軽量18インチアルミホイール、アルミエンジンフード等の採用で、レースに必要な軽量化とハイパフォーマンスを兼ね備えている。ありがとうございます。